ロケ地となったオーストラリアのロードハウトロストバケーションは2016年のアメリカ合衆国のスリラー映画。現代のシャローズは浅瀬という意味の英語。亡き母が教えてくれた秘密のビーチ。医学生のナンシーは休暇を利用してついにそのビーチを訪れる。母に先立たれた父と幼い妹の世は医師となるための勉強付けの日々から解放されるナンシー。 そんな彼女の最高の休暇は一匹の巨大な一食いザメによって一点恐怖に支配されることになるのだった。カッコ内は日本語吹き替え本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのテ点トマト図には216件のレビューがあり、批評家支持率は78%、平均点は10点満点で6.49点となっている。サイト側による 批評家からの見解は主に、ブレイクライブリーの演技に高い評価が寄せられた。また、メトクリティックには35件のレビューがあり、過重平均値は59,100となっている。映画評論家のリチャード・ローパーは本作に対し、暑い夏に干渉するには、ぴったりな娯楽映画として、好意的な評価を与えた。ありがとうございます。